どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。本日は、夏満喫ロマンシングバケーション2023アーニャ編のガチャを引いていこうかと思います。目指すは人間みたいでしょうアーニャ一択です。アーニャ当たるまで全突破。できればオルレットも欲しいと思っています。女神は、欲しいですけど天井まで追うというほどではありません。ですので、アーニャが当たったら天井までにアーニャが当たったら撤退するか、あるいはオルレットを確保するまで続けるかは、ちょっと考えないといけない感じになっております。ジュエルは281,875ジュエルありまして、アーニャ当たるまで天井全突破。それでは、運命の10連目いこうかと思います。アーニャが当たれば即撤退できる感じです。運命の10連目。さすがに10連で当たったら、撤退を考えるかもしれない10連目。はい、バラが走ったレバーを踏むよ。爆発はしません。バラキック爆発なしです。はい、爆死でした。S スタイルが異常に来た感じの爆死でした。それでは20連目いきます。アーニャが来て保留にしたい20連目。先にオルレットが出てくれると安心できる20連目いきます。はい、何も走らないレバーを引くのよ。はい、爆発します。動物なしキック爆発です。SS は確定ですけどすり抜けそうな気もします。アーニャが来たら、はい、女神です。はい、女神アタックの女神が来ました。はい、女神が当たりました。なぜ一番欲しくないというか、そんなに狙ってなかった、やつが来ちゃうんでしょうか。まあ、とりあえず、会って邪魔にはならないと思いますし、使ってて面白いと思いますのでありがたくいただいておこうと思います。これで天井までにアーニャかオルレットが来たらコンプできる感じになりました。はい、それでは30連目いきます。オルレットが先に来てくれたら安心して回せる30連目。はい、マコ走ったレバーを引くのよ。爆発はしません。エースは弱い目です。はい、女神です。はい、女神がかぶりました。はい、爆死でした。物欲センサーっていうのは実際にあるんじゃないかと思えてしまう40連で女神でした。もしも、プレイヤーが一番狙ってないスタイルっていうのが導き出せる計算式があれば、まあ大したもんだなと思いますけど、まあなかなか辛いですね。まあ、とりあえず、50連になりましたので、しれっと登場させましたけど、仏様のお力を借りて、
ガチャを引こうかと思います。仏様オカルトですね。ちょっと一旦戻るとかをしまして、50連、次は50連で、女神が2回来たという感じですね。それがオルレットかアーネだったら非常にありがたかったんですけど、まあ、なんだかんだ言っても仕方がありませんので50連目いきます。はい、仏様オルレットかアーニャを連れてきてくださったら幸いです。できれば先にオルレットが出てきてアーニャを追いたい、そんな50連目。はい、マコ走ったレバーを引くのよ。爆発はしません。オルレット抜き天井アーニャは結構辛いですね。ちょっとここで気分転換で、仏様に立ってもらうオカルトをします。全然さっぱりな感じになってますけど、110連目もうなんか天井でアーニャ交換が見えてきたような気がして悲しい110連目。はい、何も走らないレバー引くのよ。爆発もしません。はい、そんなことはなかった。はい、110連でオルレット来ました。はい、オルレット来ました。これにてめでたく天井交換が、完了したわけです。できれば天井までに当たってほしいですが、もう次が120連ですので、状況によっては、あえて天井まで行って過去スタイルもらうかもしれません。とりあえず、120連目、過去スタイルもそんなに欲しいのはいない気はするんですけど、120連でとりあえずまあアーニャ来てしまえ。はい、ウサギ走ったレバー行くのよ。はい、爆発します。ウサギキック爆発です。アーニャが来ればここで終了。私は女神が来るんじゃないかと踏んでおります。はい、誰でもない、ゼロ姫が来ました。どのゼロ姫かわからない。はい、めちゃくちゃ持ってるゼロ姫が来ました。はい、爆死でした。せめて持ってないゼロ姫だったらありがたかったんですけど、ゴロピがいただけただけでした。それではもう天井まで行っちゃいそうな130連目、130連目いきます。どうなんでしょうか。はい、バラが走りました。レバーを引くのよ。爆発はしません。もう仮にこれで来ても天井まで行ってワンスタイルもらってもいいんじゃないかという気がします。はい、
多分これは持ってないブルーが来ましたね。イザマワン、はい、これはお正月のブルーですね。はい、天井を目指している途中に、お正月ブルーです。ヒールライトを持ってますので、今後ブルーの新スタイルが来た時にこのヒールライト役立ってくれるんじゃないかと思います。もう次は140連目です。140連目、もし次でアーニャ来ても150連まで回す可能性が濃厚になってきました。それでも早くアーネが来ることに越したことはない。140連目、はい、何も走らないレバーを引くのよ。爆発もしません。はい、爆死でした。それでは150連行きましょう。もうアーネは次の天井でいただけます。されどここで奇跡が起こればコンプ&過去スタイルもう1個もらえるという正念場です。なので最後まで諦めずアーネが欲しいと念じ続け、さらに一旦戻ったりして、アーネ来いアーネ来いアーネ来いと言いながら150連を回します。そして背後に仏様お願いいたしますと念を込めてアーニャ来いと、はい、ダブルクロスです。爆発はしません。ダブルクロス、キックなし、爆発なしです。なかなか何とも言えない演出が最後に来ました。アーニャ来い、アーニャ来い。はい、念が通じました。アーニャです。はい、150連ちょうどで、コンプアーニャが当たりました。蓋を開けてみれば、天井まで行きましたけど、女神オルレッド、ゼロ姫ブルー、そしてラストにアーニャという感じで、コンプすることができました。さらに持っていない過去スタイルを1体いただけることになったので、誰をいただくかは、吟味してから考えようと思います。天井までは行きたくなかったけど、コンプはできたので良かったんじゃないでしょうか。アーニャ頑張って育てて高難易度とか頑張っていこうと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。